花って呼んでもいいよって言ったんですけど、それはちょっとできないですって。花って呼んでいいって聞いてくれた日があって。花って呼んでるんですね。はい。そのままもう少しいただきます。こう、はい、親密になっていくのに何かルールみたいなことで作ったんですか？そうですね、 大分に行った日にルールを作ろうっていう話を2人でして、通りは思ったことを何でも言いたいって言ってくれて、それが例えばそこにある置物って何であるんだろうとか、どうやって作られたんだろうとか、そういうふうに思ったことをシェアしたいって言ってくれて、そうしようって言って、で私からは例えば毎日朝会った時にハグするのはどうって提案したらいいよって言ってくれたので、それを続けたり、あとはなんかよかったら敬語をやめてもいいし花って呼んでもいいよって言ったんですけど、それはちょっとできないですってその時には言われて、でも撮影の日々を紡いでいった時に花って呼んでいいって聞いてくれた日があって、で気づいたら敬語も外れていて、なんか一緒に過ごしてきた時間が心を解放してくれたのかなと思うと本当に嬉しかったですね。花さん、花って呼んでるんですね。はい。